今日もビシバシ行くわよ。いい日じゃなくても、だからみんなが明日こそは大丈夫って信じて、このステージから。そうだよ、今回のオーディションはダメだったけど、よし、もっともっとも。え、今朝はバタバタしちゃってたか。私がここまで頑張ってこれたのは、はるかちゃん、全然気持ちの整理ができない。え？いえ、いいんです。私はもう、普通の…桐谷遥です。この学校には中等部から在籍していましたが、でもまた学生として勉強したいと思い、仕事を…私は今までも十分ハルだから、これからは自分で決めた道を、目をそらさないで、ハルカちゃんの選んだ道。それで今までハルカちゃんにもらった分も、私そんなアイドルになるためにも、もっともっこうなるって予想はついてたけど、どこかに落ち着ける場所はないかな。よーし、気を取り直して今日もダンス練習頑張るぞ。いつもはアスランの曲だけど、そうだ、今日はミクちゃんの歌にしよう。可愛くて元気出るし。あ、はるかちゃん？
邪魔しちゃったかな。はい、1年 A 組出席番号21番、趣味は振り付けの完コピ、特技はキャッチフレーズをつけることです。緊張してなぜかオーディションみたいなことを同じ1年生なんだね。私は桐谷遥香、今日 C 組に編入してきたの。読書できる場所を探してるんだけど、ここにいてもいい？もちろんです。本物の遥香ちゃんだ。顔小さい、なんだかキラキラしてる。どうしよう、これ絶対同じ空気吸っちゃってるよね。遥香ちゃん、なんだか。そうだよね、みんなに囲まれていろいろ聞かれたりとかして、きっと大変だったよね。うるさいと本も読みづらいだろうし、今日はダンスの練習やめておいた方がいいかな。花里さんはここで何してたの？ダンスの練習です。そのダンス部とかじゃないんですけど、私アイドルを目指してまして。遥香ちゃんみたいな。はっきりしなさいってば。何？怒鳴り声？いい？ちゃんと話すまで返さないからね。ほら、早く来なさいよ。誰か喧嘩してる。屋上に上がってくるみたいだけど。せっかく遥香ちゃんがゆっくりできる場所なのに。給水塔の陰にいたらやり過ごせるかも。遥香ちゃん、桐谷さん、こっちです。あれは、しずく。日の森先輩と知り合い？しずくとは、仕事で何回か会ったことがあるの。あ、そっか。日の森先輩は、チアフルデースのセンターだし、歌番組でも一緒になってましたもんね。もう一人は、キューティーの桃井愛理だよね。よくバラエティアイドルとして出てた。はい。あ、でも、半年前くらいに辞めちゃったんですよね。あんなにいっぱいバラエティ番組に。この学校、私も単位制クラスが便利だから選んだけど、やっぱり芸能活動してる人が多いんだね。そうですね、桐谷さん。私、遥香ちゃんと普通に会話しちゃってる。同級生なんだし、敬語じゃなくていいよ。私も、みのりって呼んでいい？わかりますじゃなかった。遥香ちゃんに名前を呼ばれる日が来るなんて。もしかして私、明日死んじゃうんじゃ。それにしても、どうしてあの二人が。しずく、私昔の後輩から聞いたのよ。あんたがメンバーとうまくいってないとか、移籍するとか、変な噂が立ってるってこと。本当なの？それは。はっきりしなさいよ。中途半端な態度が一番良くないのよ。あんたがそんなだと、ファンだって不安になるじゃない。わかってる。なんだか長くなりそう。仕方ない。こっちから出て行こうか。誰かいるの？アスランの桐谷遥香？あんた、この学校だったの？遥香ちゃん？久しぶり、しずく。去年の収録以来だね。ちょっと、こっちが話してるのよ。こそこそ盗み聞きなんて、いい度胸じゃない。盗み聞き？そっちが勝手に誰もいないって思って大声で騒いでいただけじゃないですか。なあ！安心してください。さっき聞いたことは誰にも言いません。辞めたとはいえ、それくらいの常識はありますから。なんて生意気だ。まったく、これだから大手の。今聞いたこと話さないならいいけど、そっちのあんたも話さないでよ。
言いません。誰にも言いません。それならもう言っていいわよ。私たちまだ話をしなくちゃいけないの。あのでも。何よ、まだなんかよ。後から来ておいて出て行けだなんて勝手ですね。彼女の方が先にここでダンスの練習をしていたんですけど。はあ、ダンス一人で、なんでよ。私そのアイドル、あんたが。はい、私アイドルになることが夢だ。
3人
そこの時期は冷たいおうどんが美味しいし、差し入れした君に伝えたいことが、君に届けたいことが、たくさんの電話線になって遠くから彼方まで、君に伝えたいことが、君に届けたいことが、たくさんの電話線になって遠くから彼方まで、君に伝えたいこと。形のない気持ち忘れないように決まりていたレイアウトを消したふと口ずさんだフレーズを捕まえて
アイドルになりたいって、あんた本気なの？はい、今はオーディションのために練習して。オーディションってどこの？次はモリプロのオーディションを受け。モリプロ？超大手事務所じゃない。あそこの倍率何倍か分かってるわけ？あんたみたいな素人じゃ通ってせいぜい一次審査よ。あんた名前は？花里みのりです。そう、今までいくつオーディション受けた？応募は50回くらいして、書類審査を通ったのは3回で、二次審査を通ったことはまだないです。はあ、そんなんじゃモリプロに受かるわけないでしょ。弱小事務所のアイドルすらなれるかどうか。でも頑張ります。もっともっともっと頑張ればきっと。頑張る？頑張っただけでなんとかなるわけないじゃない。え？アイドルを目指すのはやめた方がいいわ。あんた向いてなさそうだから。そんな。待って、愛梨ちゃん。何よ。その子の夢を否定しないであげて。愛梨ちゃんは今はお仕事をしていないけど、みんなに希望をあげるアイドル。だから愛梨ちゃんにはそういうことを言って。分かってるわよそんなこと。私向いてなくても頑張ります。だから頑張ったからってなんとかなるわけじゃ。私信じてるんです。信じてる？今日がいい日じゃなくても明日はいい日だから、みんなが明日こそは第このステージから明日を頑張る。それはだから合格するまで絶対絶対諦めません。ダメでもが、え、今の言葉とっても素敵だね。誰よ、まだ他に誰かいたの？あれ、私のスマホが引く。はじめまして、みのりちゃん。え、みくちゃんの映像？それに、はるかちゃん、あいりちゃん、しずくちゃんだよね。全員揃ってくれててよかった。どういうこと？どうしてミクが話しかけてきて私たちの名前まで知ってるの？それは私がみんなの思いでできた世界から来たからだよ。思いでできた世界？そう、私ね、世界のステージでリンちゃんと一緒にアイドルとしてライブしてるの。リンちゃんはダンスがとっても上手なんだよ。私も教えてもらったりするんだ。教えてもらって？ああ、そろそろライブの時間だから行かなくちゃ。それじゃあ、世界で待ってるね。みんな、早く来てね。何？今の、新手の広告？ミクちゃんとおしゃべりできちゃうなんて、とっても不思議ね。はあ？何を？その今の広告のミク、広告じゃないかも。大丈夫？落ち着いて話していいのよ。はい。先輩たち、私の練習を見てくれません？